皆さんこんにちは、僕の自宅、の1階、書斎に、今日立っているんですけれども、後ろというにはちょっと立て込んでいるというか狭い空間ですが、まあ、毎日ここで書物を取り出して読み、原稿を書いたり、まあ、メールを叩いたりしている、まあ、僕のプライベート空間なんですね。その中に実際書物がものすごくたくさんあるんですけれども、そういう書物を一冊ずつ全部読んでるわけじゃないんですね。読まないけれども手に取って触れる、めくることによっていろんなこのつながりが生まれたりするということを研究者としてすごく経験していて、データ化されていない実物の本に触れたり触ったり、時々うっぷしてその上で夢を見たりするということが、何でかこう新しいアイデアとか発想につながるということすごくいっぱいあるんですね。だから、まあ、本物に触るというか触れる、触れて初めて分かることって結構僕は言論とか研究とかいろんなこう活動の中で大切にしてるんですね。で、実はこの中に僕の研究だけじゃなくて今までの私生活、子供時代からのいろんな思い出が実は詰まってる空間でもあるわけです。例えば本棚の中にちょっと記録を取ってあるんですけれども、私の祖父祖母がアイルランドからアメリカに渡った時、私の母も、もちろん私もまだ生まれていない時代のパスポートがここに、あります。ノーラ・スキャンノンですね。これは、結婚して、スキャンノンという私のおじいさんの名前を取っているわけですね。こちらが手書きでダニエル・スキャンノン、と書かれているわけです。ケルト語と、それからそこにハープというアイルランドの、シンボルが、描かれているわけですね。これを見ると僕が知らないおじいさん、19歳の僕の祖父の、写真が入っているので、時々、年に1回か2回ぐらいこれを取り出し、虫干しといって、ちょっと見てやっぱり思い出したり想像したりするわけですね。これが19歳、初めて、船に乗って、これが1925年のことですので、大正14年に、アイルランドの農村から、ニューヨークに、めがけてですね、渡っていくわけですね。ちょうどタイタニックが沈没する13年ぐらい経ってからで、実は運航会社が同じ会社、船底で労働者たちと一緒に、私のおじいさんが単独アイルランドから移民していたわけですね。僕のおじいさんが生まれたのは1906年、6月の15日で、5フィート6インチとあるので僕より、ちょっと背が小さいですね。僕はいっぱい牛乳とか牛肉とかいいものをたくさん食べて、育ててもらったので、僕の方がちょっと背が高いわけですね。目が青い目で、深い茶色、褐色色の髪の毛と書かれているわけですね。これが、僕の、祖母、ノーラという、おばあちゃんですね。結構厳しい女性で、孫にはですね、甘いところもあったんだけど、大体、しつけをする役割がこのおばあさんが、我が家では担っていたものなんですね。1905年、5月の、6日に生まれているということよりもちょっと1歳ぐらい、お姉さん、だったわけですね。目が茶色で、髪の毛も茶色というふうに書かれているわけですね。僕が生まれて7歳の時に1965年に、アイルランドにロバートを連れて行こうということで、7月から9月の初め、アメリカの小学校が、9月の9日ぐらいから、始まっていたはずなので、ギリギリのところまでアイルランドの、おばあさんが育った村で、過ごして、僕にとっては初めての飛行機に乗る、海外に行くアイルランドをですね、実際に見る、僕の、
遠い親戚に会うことができたんですね。王母とか王子とかが周りにたくさんいたわけですね。これが僕 の、 パスポート、その時 の、 パスポートで僕は7歳8歳になろうとしている時だったわけですが、7月の、半ば頃、僕はよく覚えているんですけれども、アルランド航空に乗ってシャノン空港に行き、でそこから、まあ、車で、遠いところだったと思うんですけれども、遠い親戚を迎えに来てくれて、何にもないでもとっても美しい風景がこうずっとこうなだらかに、もう本当に綺麗な緑色の海のような、景色、海に近い、村に、着いたんですね。その時の、私のおばあさんのパスポートがここにあります。1965年の、7月に渡っていたわけですけれども、まあ、こういうふうに写真が載っているわけですね。すごく懐かしい。まあちょっとこう厳しい、ちょっとおばあさんなんかこう笑ってくださいよって、こう今だったら多分言ってあげると思うんですけど、結構ちょっと厳しい顔を、これなんかまるでこう僕が、お粗相した時に帰ってきて何かなんか床を汚したとか、なんか片付けをしなかった時の表情がすごく思い出すわけですけど、笑う時はこの、アイルランドの女性ですごく大口開けてケラケラ笑う人だし、歌も上手だったし、音楽も大好きな人だったので、まあ、本当はもっとフレンドリーなニューアナの顔だったわけですね。で、母たちが、大切に、残してくれたおじいさんおばあさんのが、多分戦時中から、あるいはちょっとその一歩手前から集めていたレコードを、家に置いてくれて、で僕は小さい時から時々これを見てたんですけれども、母がまあ20年ほど前に亡くなった時に、まあ、それも全部引き取って、ここ私の東京の家に持っているわけです。で実はですね、このレコードアルバム、この中に二十数枚の、78回転のレコードが入っているわけですが、僕はまだ実はまだ聞いたことはないんです。今日おじいさんおばあさんが、多分うちの母が本当にまだ娘時代、ひょっとしてまだ生まれてない時代から集めていた大切な音、友達が来た時にそれを聞かせたり、作業をしながら、料理をしながら、おばあさんが針を落として聞いていた音をちょっと今日初めて聞いてみたいと思います。まずこのアルバム自体がすごくやっぱりこう年代物で綺麗ですね。レコードアルバムと書いてあって、レコードが書かれてて、音楽楽譜があしらわれていますが、ちょっと試しに1枚取り出してみますね。マンハッタンにあったマティ・ハスキンズ夫人のアイルランド製造品、アイルランド産物を扱っていたお店が、まあ、あったんですね昔。そこに行って買ってきたんでしょうね。カニ・フォーリーという男性の歌手ですね。 The Valley of Nakanur という、ナカヌールという地名、ナカヌールの谷という、これはね、確かにおじいさんが歌っていたのをちょっとなんとなくメロディーがちょっとよみがえりますけれども、多分これは半世紀ぶり、60年ぶりぐらいに、針を、落とします。ちょっと聞いてみましょう。You may sing and speak about Easter week or the heroes of 98Athenian men who roam the glen for victory or defeat. Their names are placed on history's page, their memory will endure. Not a song is sung for our darling sons in the valley of Knockanoor. Our hero boys, they were bold and true, no counsel would they take.They ramble to a lonely spot where blackened tents did wait. The Republic bold, they did uphold the outlawed on the moor. And side by side, they bravely died in
the valley of Knockanore. There was Walsh and Lyons and Darton, boys, they were young. Wow.すごい、あ、ちょっとすごいな。僕は歴史のこと何も分かってないというか、忘れてるというか、すごく大事なことを今聞きながら知りました。この Valley of Knockanore という歌は、こうコニーさんという男性の歌手が歌っているんですけれども、大帝国からアイルランド、僕のおじいさんおばあさんの世代の青年たちが戦って、たくさんの犠牲者を出した独立戦争、そしてそれに続く市民戦争、まあ、19世紀の終わりから、イギリス の兵隊と戦っていた戦士たち、うん、その戦い、彼ら のことを歌っているものです。You may sing and speak about Easter week or the heroes of 98, of Fenian men who roamed the glen for victory or defeat. Their names are placed on history's page, their memory will endure. Not a song is sung for our darling sons in the valley of Knockanore.僕のおばあさんには兄弟が、12人いて、口減らしをしないといけないから、船に乗って移民したわけだけど、おじいさんたち、お兄さんたち、お姉さんたちはこの戦い、この彼らはもう17世紀18世紀からずっと搾取されていて、農産物を半分以上納めないといけない、もう本当にもう水飲み百姓の生活をずっとしていて、で子供が多かったから、いやいやながらお母さんおじいさんの元を離れて知らないアメリカに渡っていたわけですけれども、この今の曲に特に僕のおじいさんの思い、悔しさ、故郷を離れなきゃならない、19歳で海を渡らなきゃならないというな希望とか気持ちとか前向きの気持ちもあったかもしれないんだけど、ものすごい影みたいなものが、この一曲に込められ、そしてそれが僕に本当に物心がつく前からこの曲を聞いてたんですね。今思い出してるんだけど、ここに語られている物語、ストーリーということがどこかすごく深いところに僕になんていうかな、こう沈んでるというか沈殿してるというか、まだ残ってるんだよね。おじいさんはめちゃくちゃ強い人で、かっこいい人で、まあ僕が知ってる僕のおじいさんは50代から60代前半ぐらいで、まあ当時は彼はずっと肉体労働をしてたから、まあお酒もいっぱい飲んでたから、まあ小さい僕から見ると本当におじいさんだったわけだけれども、とにかくかっこよくて、でダンディで、でまあ男友達といつも遊びに行ったりで、帰ってくると大体酔っ払ってるし、母たちがすごく煙たがってたんだけど、孫の僕をすっごく可愛がってくれてたんですね。紅茶を入れ方を教えてくれたのも僕のおじいさんだったし、6歳7歳の時だけれども、ビールの飲み方とかウイスキーの飲み方とかっていうこともおじいさんが、教えてくれたんですね。まあ日本でいう水割りですね、お湯でちょっと割って、これがウイスキーのいい味、このウイスキーはあんまり良くないから覚えとけとか、いいウイスキーのその香りとかっていうことを教えてくれたり、あとはやっぱりまあ孫は多分誇りに思ってたっていうか、友達に行く、やっぱり友達のうちに遊びに行くときに、まあ、連れて行って、まあ、そこら辺でこう遊んだりしていた。僕より手がすごくこう頑丈という男の手っていうか、僕の男性の手のこの一番基本が僕のおじいさんの手だったわけですけど、すごくこう肉付きが良くて、心強いというか、僕もちょっと抱かれると、 おじいさんに抱かれるとこう全然動けないっていうことをすごくやっぱり覚えて
いるんですね。彼の妻、僕のおばあさんから見るといつも酔っ払って帰ってくる、家のこと何もしない昔風の、あの男。僕の母もですね、すごく複雑な思いを持ってて、やっぱり子供の時とか友達が遊びに来ると、まあ、おじいさんが酔っ払っていたり、急にこう歌を歌い出したり、ちょっとエキセントリックなところもあったのかもしれない、ちょっとなんか恥ずかしい、みっともないっていうことはよくあの母から聞いてたんだけど、僕はすごくやっぱり温かい思いでしかないんですね。まあ不思議なあのことがいろいろ、やっぱこう音を聞くと、あのちっちゃい子供目線からおじいさんおばあさんをこうずっと見てたけど、この中にこうものすごく彼ら世代、彼らのがやった経験した人たちの思いとか残してきたこととか積み残した、このあり得た、でも自分は違う生活をしているんだけど、あり得たもう一つの自分の人生がものすごく濃縮している感じがするんですね、この音の中に。なんかこうすごくこう綺麗なメロディーで、歌もすごく上手だと思うんですけど、歌詞を聞くと本当にこうなんていうのかな、こう自分たちの生活とか自分たちの大切なものを守る、そのために仲間が一人一人死んでいく、まあそれでも、自分たちは頑張っていく、その人たちのこの苦労を忘れてはいけないっていうような、まあ、そういうことを、そこからこう遠く時間も空間を離れてニューヨークにいた、ちょっと下の世代の人たちがどういう思いで聞いてたのか、そのことを僕が初めて針を落として聞くことができているのが日本、東京、僕の自宅で、僕の思いを今日本語でみんなにあの必死にあの伝えようとしているのが、日本語で僕はやっぱりこうできればやっぱおじいさんおばあさんに残してくれてありがとう、僕小さい時にその強い大切な思いをあの残してくれた、刻んでくれたことを、やっぱり僕はやっぱりありがたい、ありがとうって言いたいんだけど、今それを日本語で喋ってるわけですね。多分どっかで上からか下からか分かんないんだけど、多分僕の姿を多分2人が、あるいは周りにたくさんいたあの親戚が見てくれてると思うんだけれども、字幕付きで英語で本当にThanks a lot、 何パップ、まあ、何というふうにあの僕のおばあさんのことを、読んでたんですけれども、あとポップっていう僕のおじいさんのことをパップスキャンランというふうに読んでたんだけど、本当にありがたいなというふうに思ってます。あのビニールがあのやっぱりこれがねそのまま残って残して、重いものを僕は今も覚えてるんだけど、飛行機に乗って20年ぐらい前に実家からこれを持ち帰って、あのよかったなと思っています。While grass is found on oil